困っている人は助けてあげなくちゃ。私の魅力を磨かないとね。ノリよく行こうぜ。いつか必ず夢を叶えるんです。いい観客になってちょうだい。いろんな踊りを見てみたいな。魔物の気配を探りたいのか。俺は商人みたいなもんです。聖火の教え解いてあげるわ。ラマス商会へようこそ。君も僕のファンかい？私の魅力を磨かないとね。秘密の多い女の子って素敵でしょ？いつか一人前の商人になるんだ。この大陸にはいろんな伝説があるの。聖火のお導きがありますように。神様に祈りを届けないとね。立派な聖火騎士になるために
みんなに信じる素晴らしさを。私はみんなを信じます。早く一人前の踊り子になるんだ。私、神官のモルルッソです。皆さんに人を信じる素晴らしさと大切さを説いて回っているんです。でもまだまだ失敗も多くて、そのお手伝いしてくれませんか？甘いものいっぱい食べるぞ。私は両親を安心させたいんだ。共に助け合いましょう。どうかご一緒させてください。君の話を聞かせてくれないか？俺たち狩人は命を狩るのが生業だ。私でよければ。この大陸にはいろんな伝説があるの。海の生き物、調べたいです。頑張ります。聖火の加護と祝福のあらんことを。あの、オフィーリアです。聖火の加護と祝福、救える命を全て救います。患者を守るのも薬師の使命です。私はコニー、未来の大商人よ。患者を守るのも薬師の使命です。
患者を守るのも薬師の使命です。困っている人は助けてあげなくちゃ。海の生き物調べたいです。新しい知識は人生を充実させてくれるわ。ああ、鳥が飛んでいるのです。聖火のお導きがありますように。俺の神秘眼が必要かい？俺は本物にこだわりたいんだ。俺は完璧な回答。ゆすりたい相手がいればいつでもお手伝いしますよ。いつか一人前の商人になるんだ。旅の中で腕を磨かねばなるまいな。もっと頑張らないと。私はコニー、未来の大商人よ。立派な狩人にならなきゃ。いろんな踊りを見てみたいな。義賊に憧れる、ただの盗賊だ。俺はギルデロイ、宝石商だ。職業柄いろんな宝石を見てきた。何十万リーフの価値のある宝石もあれば、石ころほどの価値のない偽物も。お前さんは石ころか、それとも原石。旅の中で見極めさせてもらうとし。なんと、あなた方の旅に私のような無力な神官をお連れいただけると。こんな善良で扱いやすそうな方々と出会えるとは。これぞ聖火のお導きです。私はステッド。ええ、どこにでもいる平凡な神官ですよ。やつも料理してやろう。かっこいい貴族、それが僕。バルツ貴族団の名を必ず轟かせる。
奴を見つけ出す。いいだろう、手伝ってやる。この大陸にはいろんな伝説があるの。この大陸にはいろんな伝説が。私の魅力を磨かないとね。新しい知識は人生を充実させてくれるわ。聖火のお導きがありますように。人助けこそ最も素晴らしいことですね。伝承から様々な学びを得たいのです。秘密の多い女の子って素敵でしょ。立派な狩人にならなきゃ。かっこいい貴族、それが僕。旅の中で腕を磨かねばなるまいな。立派な学者になるために。私はコニー、未来の大商人よ。より美しく、より情熱的に。早く一人前の踊り子になるんだ。弱き者を助けるのは貴族の務めですのよ。我が剣は他がために。神様に祈りを届けないとね。秘密の多い女の子って素敵でしょ。いいだろう、手伝ってやる。患者を守るのも薬師の使命です。患者を守るのも。オルベリクだ。頼んだぞ。
ノリよく行こうぜ。金が必要だな。困っている人は助けてあげなくちゃ。伝承から様々な学びを得たいのです。海の生き物調べたいです。旅の中で腕を磨かねばなるまいな。私の仕事は高くつく。私は両親を安心させたいんだ。旅の中で腕を磨かねばなるまいな。どんなやつも料理してやろう。海の生き物調べたいです。聖火の教え解いてあげるわ。新しい知識は人生を充実させてくれるわ。この大陸にはいろんな伝説があるの。聖火の教え解いてあげるわ。私の魅力を磨かないとね。旅の中で腕を磨かねばなるまいな。俺には誰かに助けられる価値などない。いい観客になってちょうだい。立派な聖火騎士になるために。海の生き物調べたいです。金が必要だな。患者を守るのも薬師の使命です。いい観客になってちょうだい。早く一人前の踊り子になるんだ。より美しく、より情熱的に。いつか必ず夢を叶えるんです。弱き者を助けるのは貴族の務めですのよ。いつか必ず夢を叶えるんです。この大陸にはいろんな伝説があるの。
この剣に誓う。我が剣は他がために。